ほう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 、はい、お晩でございます。またまた、ニコニコしながら、用手はねえんだけども、ニコニコしながら、佐渡伊藤酒店晩酌一期一会が今夜も佐渡島からやっとるわけなんですが、ここに日本の酒、佐渡加藤酒造店さん、純米酒の開くっていう酒がこうあるわけですが、パッと見て、これここにこう横に純米酒となっておりまして、こっちはこちらに縦に純米となっとるわけです。何かが違うわけですわ。出荷の 日付、はい、28年の2月、今平成30年の4月、これが出荷が28年の2月これがどこだよ、おー小さい、はい、30年の1月という、だからまあ2年ぐらいというか2シーズン違う酒がここに並んどるわけです。まあ毎年同じような傾向で作ろうとみんな一生懸命やっとるわけでして、まあ、目指すところはそのね、この開くの酒の目指すところはそれなりにあると思うんだけど、それに近づくつか目指して作っとるわけで、現実はどうかと、それから時間が経ったらどういうふうになっていくのかという、その辺が、味の変化が楽しみなんです。まあ佐渡の酒の場合あんまりあれはなんで、賞味期限がどうのこうのって言わんけど、でもどっちかというと、まあ、あらできた酒は早う飲んでもらいたいような、そんな雰囲気は感じます。下手に置いとくと、まあ管理が悪いと傷んでしまうってことなんでしょう。ほったらかしにされるよりは、できたってこう出荷したらすぐ飲んでもらいたいっていう、そういう感じなんだと思うんですが、うちはまあそういう考えにあえて逆ろうて、なんかこう味が飲んだ時に味が薄いような酒、なんか味がねえなっていうような酒があると、すぐその土蔵行きというか蔵に念念してくださいっつって本投げときます。でこれ2年が経ったわけなんですけど、今飲んでみようか、もう1年待とうかどうかってこう我慢しとる、どうか考えとるところですが、我慢せんなんかなと。今日は飲むことはねえんですけど、また1年待った方がいいのかなって、どういうその結果になるかは分かりませんが、まあこの、2月とか1月のこの日付にこの何ていうか新酒に切り替わるっていうなんか段階ですか、ちょうどその頃だそうなもんで、新酒に切り替わったばっかりの酒を取り寄せて蔵で寝かせると、そういうことをやって楽しんでおります。今回その開くをやったのはこれ初めてで、もっと前からやっときゃよかったんだけど、出たばっかりの時も10年もなるんだか、出たばっかりの時からやっときゃよかったんだけど、まあ他に例えば新寮の山灰の生の状態が、生がその蔵で、まあ、蔵だからまあ冷蔵庫じゃねえんだけど、そこでまあ平成14年ぐらいの飲んだ時にこれはみんなつって感激したもんですから、もうすっかり寝かせるのが楽しみになってしまっとるわけで、まあこれがどんな変化をしてくれるのか楽しみにしとるんです。酒蔵の人はあんまりいい顔はせんかもしれませんが、申し訳ねえけども楽しませてもらっております。はい、どんな味がなるか楽しみです。以上、佐渡伊藤酒店晩酌一期一会でした。